こなれた大人の恋愛って感じもするんですけど、うん、初めてがちゃんと多いんですよ。あこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、はい、小島桂先生の5コーナーズコーヒーです。はい、5コーナーズコーヒー、これお店の名前なんですよ。はいはいはい、カフェがねこの作品の中に出てくるんですけど、このカフェのお店 で、あの駅から5階角を曲がったところにあるカフェっていう意味で5コーナーズコーヒー、はい、めっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれ、もうなんかすでにおしゃれ日常系ビールのいい香りがいい、ね、もう世界観めちゃくちゃいいんですけど、これ日常系にとどまっていないところがあるので、はい、ちょっとあと個人的にですけど、ほぐしみさん絶対好きだと思うはい、そんな感じであのお好きな方とかにも刺さるようにご紹介できたらと思っております。はいはい、じゃあ早速やっていきましょう。こちらの作品のあらすじなんですけども、はい、まあ、先ほど言った通りカフェを営んでいるキャラクターが出てまいります。はいはい、でこのメインの表紙に売ってる2人がですね、こうまさにカフェで、はいはいはい、料理を作ったり提供したりっていうのももう2人でやってるんですよ。はい、はいはい、で2人は別に恋人関係ではなくて、うんうん、本当に一緒にカフェをこう動かしている経営しているっていう関係で、はいはいはい、攻めの方があの短髪の方の、はいはい、あの髪の色黒髪じゃない方、はいはい、金髪ぐらいの方の、はいはい、はるみくんって言います。で受けの方が、はい、黒髪茶髪かな、はい、ともうちょっと髪の長い笑ってる方の君彦くんって言うんですけど、はいはいはい、ちなみにこの君彦くんの方は、はい、攻めのあのはるみくんのことがずっと好きです。もういいですねですけど、はい、でも一緒に仕事する仲間、はい、友人っていう感じで、はいはいはい、もう本当にずっとこのカフェを経営する前からの友達って感じでずっと関係が続いてるので、はいはいはい、気持ちを伝えるわけではなくこのままの関係でずっといれたらいいみたいな、うん、あそれが一番結局ずっと近くにいる手段だからってやつですよね。本当にまさにそんな感じで、はい、でちなみにあのはるみくんの方は彼氏がいたこともある、あお互いあのゲイ友みたいな、あなるほど、そういうところでもかなりこう気が合っていて、お互いも別々の彼氏がいるみたいなこともあったんですよ、はいはい、彼氏だったりセフレだったり、はいはい、っていうのがあるので、こうこのまま物語が何も山場もなく進んでいけば2人はどんなにこう恋愛感情があったとしても結ばれないみたいな状態で進んでいく可能性もあったと思うんですよ。ただですよ、はい、特に君彦くんの方は好きっていう気持ちがあるけどもこううまく動き出せなくて、でもただはるみくんに対しての恋心をなんか決して諦めたわけではなくてでもうどうしようどうしようってちょっとでも身動き取れないなみたいな考えていたところにちょっと一つの出来事としてこの経営しているカフェもう一店舗新しいの出してみないかっていうこう仕事としての打診が来るんですよ。ただその依頼をしてきた人っていうのがはるみの元彼だったんですよ。あー嫌な展開ですね。なんか新しい店舗出しませんって言ってくるっていうことはなんか営業のエリートみたいな感じもするじゃないですか。そうですね、仕事もできるし、はいはい、で、はるみとも別れたのになんかまた近づいてくるしみたいな感じでこの守られたね日常が崩れていきそうになるみたいなのが一つあって、はいはいはい、もうその元彼のね登場で2人の関係が動き出してどうなるのかっていうのが主なストーリーなんですけども、はいはいはい、あともう一人加えてキャラクターがいまして、はい、このカフェでアルバイトしている学生がいるんですよ、はいはいはい、でケイタくんって言って、うん、年齢的にはこの君彦くんからしたら14個ぐらい下で若いんですけど、はいはいはい、これもかなり衝撃的な事実だったんですけども、はい、君彦くんのセフレなんですよ。えやばくないですか。やばい、ちょっとこんな、おしゃれ系カフェなのにすごいドロドロしてますね。なんかすごくでしかも君彦くんとケイタ、はい、バイトのケイタの関係があるってことを攻めのはるみくんは知らないんですよ。1ミリも知らない、はい、普通に仕事仲間として3人でカフェをしているっていうのが、はい、だから3人キャラクターがたくさんいるのに、はいはい、みんな知ってること気持ち知ってることとか関係性を知ってることとか結構入り組んでて、はいはいはい、それが今のところはうまい具合均衡を保っているけどどっか1個崩れたら終わるみたいな感じなんですよ。なんかこう大人のちょっとドロドロ感もありながらでもなんか爽やかそうにも見えてなんかすごいですね、うん、バランスが絶妙という
というか、なんかもう読んでてえどうなるのどうなるのっていう気になるのがすごかったんですけども、はい、君彦くんって受けの方に結構注目してみると、はい、はるみくんの元彼に対して自分ははるみくんにこう好きって気持ちはまだ伝えられてないので、うん、なんかのこのこ元彼がやってきてなんかまたはるみくんと仲良くしようとしてるからちょっとイラっとくるじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかそれに対する小さな抵抗が可愛くてあのカフェにお仕事の話を持ってくるんですけど、うん、その時にこうお茶とか出すじゃないですか、うん、元彼の方にはインスタントコーヒーを出してでしかもそれを無言で出すんですよ、これはインスタントですとか言わないですってそう出してでその元彼が飲んでおこれうまいねみたいないうのを見てすごいちょっとすっきりしたりしてたりして、はいはい、めちゃくちゃ面白いし可愛いんですよね、面白いですね、なんかそんな小さなことであ意外と発散できちゃうんだっていうのもなんか可愛かったり、うん、であとはこのキミッコくんが特になんですけどこの作品意外とこなれた大人の恋愛って感じもするんですけど、うん、初めてがちゃんと多いんですよ。あーそうなんですか。そう例えばこう君彦が晴美のことを考えてちょっと一人でいたすとか、はい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 、なんか人生経験もたくさんこれまで積んできたしっかりしたもうカフェも経営するぐらいの大人なんですけど、うんうん、でもなんかこう要所要所にういういしさが見られたりとか作品全体として大人な恋だけどういういしいみたいなその強弱がすごくいいのも結構印象に残りましたね。はいはいはい、はるみくん攻めの方に関して言うと攻めの方ももちろん元彼っていうのが出てくるので、うん、元彼との別れが結構かわいそうって元彼と全然もうこれからもずっと一緒に仲良くしていくぐらいの仲の良さだったのに、はいはいはい、なんか同棲しようっていうタイミングでその同棲をブッチされるみたいな、うん、結構ひどい感じで、はい、なのにその元彼が来るからそうですよ、ね、読んでるこっちとしてももうこいつは何なんだって何考えてんだって話ですよね。なるじゃないですか、うん、同棲ブッチされた時にはるみこんななんかかっこいい感じで大人っぽいのにちゃんと泣いてたんですよ。なんか本当に好きだったなっていうのもわかるし、うん、なんか大人だけど自分でどうしようもできないぐらいの気持ちを抱えていろいろあったんだなっていうのも見られるのがあもうめちゃくちゃいいんですよね。いいですね。なんか各キャラ魅力がありすぎる。で私今これまで結構元彼のことを あんまりいい感じで言ってこなかったんですけど元彼というかこの当て馬キャラお話が濃いめなんですよ。ほうほうほう。私が最初思ってたよりも物語進むほど、うん、の元彼の名前コモリって言うんですけども、うん、コモリは結構かき乱してきますかき乱してくるんですけど、はい、でも、はい、エッチなシーンとか、はい、コモリが一人でいたすシーンとかもちゃんとあってたりそこの感情とかも結構じゃあしっかり描かれててめちゃめちゃ濃くてはるみの方が攻めなので、うん、コモリは抱かれる側だったじゃないですか、はいはいはい、だからとある場面ではるみに抱かれてた時はどうだったかなってこう思い出してるコモリの描写とかがあるんですよ。なんかそんな未練ある感じなんですね。なんかちょっとそれ見て、うん、嫌いじゃないぞって思ったりもして、うん、当て合わせてのねお話がしっかりこう重厚に書かれていてはるみとコモリが別れた時、うん、こういい別れではないようになっているけど、はいはい、なんかその時のことをきっと本人たちにはもっとあったんですよ。ちゃんと意味がというか理由があったりしてなんかそこも簡単に語りきれないただちょっとひどいなこいつで終わらせちゃいけないものがあるなっていうのも、はいはい、ちょっと追加でねケイタ君に関して、はい、アルバイトのケイタ君に関してもちょっと絶対に言っておきたいんですけどもかなり年上のね君彦相手にセフレという関係やってるわけなんですけども、うんうん、学生でわざわざ自分でアルバイト先の相手となんか関係を持つけど結構リスキーじゃないですか。そうですね確かにそれでもやってるってことは少なからず気持ちがあるってことじゃないですかいやなんか矢印がいろんな方にいろんな向き方をしてそうなめちゃくちゃなってて、はい、でも君っ子はもちろんずっと好きなんですよはるみのことが結構読者視点で見ても君彦がはるみのこと好きって割と分かるんですよ、はい、ってことはいい、ね、きっと圭太くんも分かってるじゃないですか普段一緒の職場で働いてるからそっか自分の気持ちが叶わない届かないってこともなんとなく分かった上でその関係を続けてる感じがあるので、うん、なんか圭太と君彦がお互い矢印が別方向に向いてるっていうのもあってエッジシーンがあるんですけどひたすらエロいっていうよりかはちょっと切なさが香ってる感じがあって、はいはいはい、いやもちろんエッチなんですよ、はい、なんかすごいトレーナー越しに見える何かがすごいエッチだったりするんですよ注釈がいやでもやっぱ切ないですね
どう考えても。なんかそういうのってね、分かりますよね。同じそういうエッチのシーンでもちょっと流れてる雰囲気の違いとかがありますもんね。それがなんかまさに分かるというか、人間関係が複雑だからこそ分かりますし、あとこう読み進めていくうちに初めて分かる人間関係もあるので、うん、こう2回目読んだらまた感じ方違うっていうか、あとこのキャラクターについて今バーって言ってきましたけど、はい、物語的に言うと最後の方が本当に怒涛の展開なので、はい、そうなんですね、読みながらあともうちょっとしかページないけどこれどうなるの、みたいな状態で結構最後の方までページが来ちゃって、はい、えって思ってるけど、その思い始めたタイミングでおってあーなるほど来るので、伏線もたくさん貼られてるんですけど、伏線っていう言葉っていうよりかはなんかそういう作り物じゃなくて着実にこう重ねてきたメイン2人、うん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 、その関係が自然と行き着いた先が素敵だったのかなっていうか、はいはいはい、ナチュラルさもうめちゃくちゃ作品としての魅力だなってすごい思いましたね。でこちらの作品の一押しシーンなんですけども、はい、まあ、これまでキャラクターだったりとかちょっと深めに話してきたんですけど、うん、メインの君彦、受けの君彦と攻めの晴海がそれぞれお互いのことを意識し始める瞬間がめちゃくちゃいいんですよ、はい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 、これが具体的になんか一個ポンってあって気持ちが動いてっていうわけじゃなくて、うん、これまでの2人のこう些細なやり取りとか、うん、こう日常の中での関わりがこうあって、日常の中でストンって落ちてくる感じ、なんかその表現がうますぎて、はいはい、もうこの作品自体の雰囲気が好きな人かなり多いんじゃないかなって、はい、その彼らの性格的な部分を丁寧にこう描いてきてるおかげで、このなんかいろんなキャラクターがいるけども結局メインのこの2人なんだってなんか常に納得感があるんですよ、はい、あーなるほど、なんかその、はいはい、そこに落ち着くその持ってき方、そこに行くまでっていうのをこううまく2人が恋に落ちる瞬間というか、お互いを意識し始める瞬間で特に感じられるので、うん、そこがもう特に一押しポイントです、はい、最後にこちらの作品のまとめです。はい、こうこの作品全体としてね、常に前向いてる感じ、進んでいく感じなので、はいはいはい、やはり光かなっていうのもありますし、はいはい、エッチ度を3にしたのも、まあ、はい、特定のシーンがめっちゃエッチだなって思ったのもあるんですけど、はいはい、あと触れてこなかったこととして言えば、受けの君彦くんはよく喋ってくれるタイプです、うん、あーなるほど、よく喋ります、これ嬉しい情報ですねそこも結構いいです、はいはい、好きな方多いかなと、はい、いいですね思いますね、はいはい、であとはこう2人が仕事上としての、うん、ずっとパートナー相棒として来てた感じっていうのが、まさにこう人生のパートナーって言葉がめちゃめちゃ合うなって思ったので、はいはいはい、そこをそういう関係性が好きだって方にもぜひおすすめですし、うんうん、この大人たちの恋っていうのも、うん、大人がするちょっと初々しい恋みたいな感じなので、はい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 、そこもより新鮮さを感じられてね、はいはい、読めるかなと思うので、そういったものが好きな方にはかなりおすすめですね。 いいですね、なんかね、どうですか、好きですよ、めっちゃもう読みたくなって、なんで私これ今まで読んでなかったんだろうと思って、すごいもう話聞いててワクワクしちゃいました、うん、もうぜひぜひ読んでください。これはなんでこんな大人たちの恋ってなんかこう手慣れてるように見えて、彼らって意外とピュアじゃないですか、うん、そうですよね、いいですよね、そのギャップって、うん、その読んでないのに語り出しちゃった読んだらもっと語りたくなります。いやちょっと早く読みたいなと思います、うん、これは読んで、なんか大人の恋とそれ以外に出てくるサブキャラってやっぱ若者がいると、はい、若者意外と大人っぽくないみたいな、あー思ったりとか、なんか発見が多いというか、やっぱ先入観で大人はこう子供はこうみたいな、うんうん、それでとらわれちゃいけないっていうのをなんか改めて思うので、はい、やっぱそういった点を考え直すのにもね、もう最高の作品だと思いますのでぜひ気になった方を手に取っていただきたいです。はい、はい、ということで本日紹介してきましたのは小島勝先生の5コーナーズコーヒーでした。こちらの作品を紹介しているチリチリの紹介ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックして、よければ作品を読んでレビューをたくさん残してみてください。はい、それではバイチルー。